皆さんこんにちは、いちきです。今回ですね、ちょっと変わった動画になっておりまして、今見ていただいている映像はあくまで背景として見ていただければなと思います。ひたすらね、リールの糸を変えてるだけの動画になりますので、メインは音声で、この間いただいたインスタグラムでね、質問を結構いただいたので、それに答えていきながら、ラジオ感覚でちょっと今日はね、お届けしようと思ってますので、よかったら最後まで聞いてみてください。では行きましょう。はい、では質問の方を聞きたいと思います。1つ目、デイズを購入検討中です。お、いいですね。おすすめポイントを教えてください。コスパがいいです。初めて買った竿がデイズのスピニングの 63L だったんですけど、全然未だに元気です。次、浅間爪で投げるものは、一木さんなら何を投げますか。浅間爪、やっぱ巻物かもしれないですね。時期にもよると思うんですけど、朝は巻きたくなります。はい。使いたいビッグベイト、今ですね、バラムとクラッシュナインですね。今使いたいビッグベイトはバラムとクラッシュナインです。はい。次は、ヒバラコのセッティングは何がいいですか。イベント行きます。ありがとうございます。お待ちしております。ヒバラコのセッティング、これちょっと聞いたのが、結構バスがもう暑くて深いとこ行っちゃってるらしいので、ラバージグ、フットボールとかは私は持っていこうかなと思ってます。あと虫ですね。虫系のセッティングで行こうかなと思ってます。はい。次、今カツとガマカツと串カツ、どれが好きですか。串カツかな。その中で言ったら串カツかもしれないです。バスボート買いますか。買わないです。買えないな。買えても買わないと思います。はい。一番好きなルアーは何ですか。リアルタイムなのでいくとドリフトクローですね。ずっと好きだな、ドリフトクローは。もう去年の6月とか、もうこの時期ですね、無双してましたもん、ドリフトクローで。やっぱあれめっちゃ釣れますよ。おすすめです。私はドリフトクラブよりもドリフトクローの方が好き。はい。いつもつけているピアス可愛いです。ありがとうございます。お気に入りをずっとつける派ですか、気分で変える派ですか。お気に入りをずっとつける派です。霞ヶ浦で会える確率が高いのは何曜日ですか。何曜日だろう。平日、土日あんま行かないんで、平日ですかね、会えるとしたら。ヘラ釣りやりましょう。あ、ヘラ釣りやってみたい。ヘラ釣りやってみたいですね。なんかね、その餌の練り具合とか、早く溶けすぎてもダメとか、なんかね、棚に届くまでに溶けちゃったらダメとか、なんかすごい奥深いみたいですよ。すごい楽しそうだなと思って。芦屋町って覚えてますか。もちろん覚えてます。芦屋町はね、私が一回映画の撮影に、行ったんですが、すごいね、海が綺麗で素敵な町でしたね。カバー打ちの好きなワーム教えてください。ドリフトクローです。今の時期はドリフトクローですね。はい。次ですね、
をやってみたい海の釣りはありますか？サメはずっと言ってるんですけど、私ずっと言ってます。サメをね、サメを釣りに行きたいんです。あの釣れちゃったんじゃなくて、サメを狙って釣りに行きたいんです。楽しそう。サメ好きなんですよね。めっちゃかっこいいなって思って、サメのアカウントをフォローしてるぐらいサメが好き。かっこいいんですよね。まあ、昔から好きなんですよ。バス釣り始めるのにベイトリールの竿の硬さはどれがいいですか？わあ、どうでしょうか。私は初めて買ったベイトのタックルは MH でした。でも MH でも、でも割とそう 3.5g のテキサスとか普通に、なんかね、スピナーベイトとかもそれで巻いちゃってたりしてて、MH がいいんじゃないですかね。 M だとやっぱね、ちょっとしたカバーは若干不安があったりするので、MH がおすすめだと思います。一木さんが気に入ってるタックルは何ですか？今一番気に入ってるのは、リボルテージの MH とメタニウムの16のメタニウムが今使用頻度が一番高いですね。バスフィッシングを始めたきっかけは何ですか？バスフィッシングを始めたきっかけはいろんなとこでも話してますけど、もともと舞台とかそのお芝居をやってて、でその中にバス釣りする人が何人かいたので、まあ、みんなで最初に行って、そこで釣れ、38センチだったかな、釣れて、あ、釣りって面白いなって思ったのがきっかけです。はい。8月1日はどんなことするんですか？サインもらえたりするんですか？ですね、8月1日は午前中が物販をやってまして、で午後がその物販買ってくれた人の中から抽選で、当たった人をと一緒にバスボートで近くまで出て、3分チャレンジって言ってゲームをしていただいて、3分で釣れたらルアーをプレゼントしますよという、サイン入りのルアープレゼントしますよっていうことをやります。あとはね、普通に写真撮ったりとかお話ししたりとかっていう感じです。誰とコラボしてみたいですか？やっぱり釣岡さんには一度お会いしたいですね。佐賀県まで飛んでいきますので、その時は。苦手なフィールドありますか？クリアレイクはやっぱり慣れてないのでちょっと苦手意識ありますね。だからこっちで言うと、こっち関東で行くとやっぱ相模湖、津久井湖はやっぱ水きれいじゃないですか、房総に比べると。だから若干苦手意識はありますね。今後の目標は？お、いいですね。今後の目標はやっぱ釣りのメディアにもっともっとどんどん出ていきたいなと思ってます。最近デカバス釣れてますか？こないだ、そのもう GoPro 回ってない時に霞ヶ浦で、その時バスボートだったんですけど、50何センチだったっけ、50ぐらいか、50センチぐらい、まあ、釣れて、その前に1本もっとでかいのをバラしました。目の前でキャッチできなかったです。暑いね。暑いっすね。今もね、音声撮ってるのでクーラーつけてないんですけど、めちゃくちゃ暑いっす。皆さん熱中症にはね、十分気をつけましょう。はい、次。ゼナックの竿を持ってませんでしたか？勘違いでした、すみません。持ってます。今ね、後ろ映像に映って一番左のあのガバチョがついてる竿がゼナックの竿ですね。めっちゃフロックやりやすいですよ、ゼナック。おすすめです。
スマホでゲームしてますか？あのね、スマホではゲームしてないですけど、最近ポケモンユナイトにちょっとハマってまして、ちょこちょこやってます。バス以外の釣りしはしますか？シーバス釣りは。バス以外、最近ね、ありがたいことに海の方の呼んでいただくことが増えたので、ありますよ。シーバス行きたいな。シーバスね、まだやってないんですよ。東京湾のシーバスね、ポートシーバスやってみたいんですけど、今年は行けたらいいな。次、はい、畑さんとのコラボいつですか？お、いつでしょう、いつでしょうか。あるといいですね。やっぱ結構似たような質問が多いですね。よく使うルアーはとか、ね、今後はどうしていくんですかとか、バスボート買うんですかとか、結構多いですね。バスボートは買わないですけどね。買えないよね。次は、スポンサーはついていますか？スポンサーはついてないんですよね。よく聞かれるんですけど、どこも何もついてないので、もうオールフリーでやってます。もう好きなものを使って、好きなものを身につけて、釣りに行っております。月並みのことですが、魚種問わず過去一番記憶に残ってる魚、やっぱり琵琶湖の57センチはもう一番残ってますね。57、50、そのサイズがでかかったっていうのも、ありますけど、初めて畑さんと加藤さんと釣りした時の緊張あの緊張感も未だに覚えてますし、でしかも YouTube に残ってるじゃないですか。でやっぱり見返したりもするんで、3940g の57センチ、今年超えれるかな。今年の目標ね、60を釣るっていう目標あるんですけど、どうでしょうか。超えたらいいな。はい、次が、船舶の免許は難しいですか？船舶の免許はね、あんまり難しくなかったですよ。もう暗記なんで。私の場合はその葉山マリーナさんで一日勉強して教えてもらったので、なんか覚え方とかすごい分かりやすく教えてくれたので、全然難しくなかったです。大丈夫だと思います。釣りの時意識してることはありますか？考えすぎないようにしてます。考えちゃうと本当に何が正解か分かんなくなってくるんで、もう考えないようにしてます。はい、釣りデートしたいです。ありがとうございます。お気持ちだけ受け取っておきます。ありがとうございます。次、福岡でチョコヨテありますか？あります。福岡行きます。今度行きますよ。はい、次、一番欲しいロッドとリール教えてください。そうですね、やっぱりビッグベイトを投げれる竿とリールが今ないので、バラムが投げれるやつが欲しいです。そう、バラムで8の字釣る姿をぜひっていうお声もあるので、ね、やっぱそういう映像撮りたいですよね。バラム投げたいな。やっぱあのレイラちゃんに目の前であれやられると、やっぱり私もやりたいなって思います。そんなね、簡単にできるもんじゃないと思いますけど、私もね、練習してあれできるようになりたいなって思ってます。はい、 5g から 10g ぐらいの小型プラグ、どんなタックルで投げていますか？5g から 10g だったら M か MH だと思いますけど、いや、むずいな。 5g から10って結構幅ある。10寄りだったら MH ですね。 5g 寄りだったら M で投げますけど、はい、
もう1年以上釣れずロストばかりでバスやめようかとけど行ってしまう。どうしましょう、どうしましょう、どうしましょう。いいんじゃないですか、楽しければいいんですよ。楽しみましょう。いいんですいいんです、私ももう本当に釣れたらいいなぐらいでやってるんで、行きましょう。うん、劇ちゃんとコラボしてください。わー、吉田劇さん会いたいですね。また会いたいですね。一回ラジオでゆうさんと劇さんとご一緒させていただいた時めっちゃ面白かったんで、すんげー楽しかったんで、ぜひ劇チャンネルとのコラボぜひぜひよろしくお願いします。うん、車何にするんですか。うわー、何にしましょうか。車ね、さすがに欲しいので、全然ねまだ買うとかにはなってないんですけど、まだ買えないので貯金してからになっちゃうので、そうっすね、今一番いいなと思ってるのはトヨタのラブフォーです。あれめっちゃかっこいいですね。すんごい荷物乗りますし、そう、私が見た中でダントツで積載量が多かったんで、ラブフォーいいなって思ってます。はい、釣りしていてテンションが上がるとこととテンションが下がること、当たりがあった瞬間はめちゃくちゃテンション上がりますね。逆にテンション下がることは、蚊に刺された時蚊に刺されたらめっちゃテンション下がりません？もう蚊嫌いなんですよね私、すんごい刺されるんで。次ですね、お、よく使うラインの太さ教えてください。シチュエーション別とかあればそれも教えてほしいです。おお、なるほど。そうですね、私がやっぱ一番使うのは14ポンド、MH に14ポンドはよく使いますね。カバー打ちが好きなので、基本的には。リールの向こう側に見えるのは、セイナ姉さんじゃないですか。ありがとうございます。ちょっとそろそろお会いしたいんですけど、いつになりますかね。静岡に今度行きます。突撃しに行きます。セイナさん家に。覚悟しておいてください。お願いします。これね画像貼ってるんですけど、質問募集するときに使ったこの動画の切り抜きの映像なんですけど、ビールの向こう側に見えるのは大量の段ボールとハイレッキが2つですね。あれです、ヒバラコ用のイベントの、グッズとかがいろいろ積み重なってます。はい、次、何かというと、ではこの場をお借りして、大好きです、ありがとうございます。いつもいつも応援していただいてありがとうございます。多かったんですよ、好きですとか応援してますとか、結婚しましょうとかいろいろありがとうございます。全部ちゃんと目を通しまして嬉しいです。はい、次、実物は写真以上に美人だってことを世の中に知らしめたいです。いや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 、そんなことないですよ。はい、そんなことないです。でも昔からちょっと悩みあって、絶望的に写真写りが悪いんですよ。あれなんででしょうね、写真写り悪いって何が原因なんでしょう。まだ解明できてないんですけど、いつか解明したいです。はい、好きですね。チキさんの野望を聞かせ願いたいです。野望ですか。野望は、野望はそうですね、野望でしょ、野望だもんね。野望はやっぱ海外でバス釣りたいですね。全世界全世界のバス釣りたいですね。ピーコックバスも釣ってみたいし、メキシコのテンポンドも釣ってみたいし、アメリカも行きたいし、やっぱ海外行きたいですね。野望としましては。はい、
次、真夏、真冬など極端な季節に釣りをするときに気をつけていることは。なるほど。真冬ね、私一回霞ヶ浦でおかっぱりで釣りしてるときに左から風がビュービュー吹いてて、なんかその風が冷たすぎて左のほっぺただけ霜焼けみたいになったことあって、でこれまずいなと思ってすんごい痒かったんですよ。痒くなっちゃって、だから真夏もこの間ね、日焼けで火傷みたいになっちゃって手が、だからなるべく肌を露出しないようには気をつけてます。もう虫にも刺されるしね。はい、なので皆さんね、この時期熱中症とかいろいろ気をつけて楽しんで釣りしてください。毛穴の汚れってどうやったら落ちますか？毛穴の汚れ、毛穴の汚れはあれですね、私最近メイク落としを変えまして、なんかインスタでめちゃくちゃ出てくるこうデュオっていう DUO だっけのなんかクレンジングバームみたいなのをもう、すんごい広告出てくるから一回薬局で買って使ってみたんですけど、めっちゃ良くて、でも高いんですよ。高いから普通の1000円ぐらいのクレンジングバームを使うようになって、なんか肌がこう無駄に乾燥しなくなったというか、そう、それ使った後はね、ツルツルするようになったんで、あのバームがいいかもしれないです。最後を、スモール大気圏をぜひ、上達の近道は告知バスです。なるほど。告知につなげちゃっていいですか？8月のね、1日に桧原湖でね、あのイベントやりますので、その時にもう思う存分告知バス、スモールバスをね釣って、楽しんでいきたいと思ってます。はい、イベントの方も皆さんお待ちしておりますので、ぜひぜひ、ちょっと遠いんですけど、よかったら遊びに来てくれると嬉しいです。はい、ということで最後まで長々と聞いていただいてありがとうございました。チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ほいじゃんなー。